本日は台湾から台湾独立派の政党基進党の日本訪問団も合流し、日本人と台湾人が一緒になって皆様にお願いをしようと考えております。それでは最初のベンチは基進党の陳友さんにお願いいたします。陳さん、お話をよろしくお願いします。大家好，我是台湾人，我来自台湾，我叫做陈信玉。我今天来到这边，我首先要感谢很多的日本朋友，在我们双方台湾跟日本都受到伤害、受到天灾的时候，我们一起互相的帮忙。我们两个地方的国民和地方的人民一起互相的帮忙，我觉得这个情感非常的珍贵，这也是我们为什么要来这边跟日本的朋友说一声道谢的原因。させていただきます。基進党日本本部の、林と書いて林というものです。よろしくお願いいたします。私は陳友と言います。この度、日本に来て、昨日からもいろんな方から応援をいただいて、まず、そういう台湾を、Chinese Taipeiの名前ではなくて、台湾という名前で、2020年東京オリンピックに参加できるように今活動しておりまして、今回は、応援していただいている方々に、感謝を申し上げてここに参りましたと。大家不会觉得很奇怪吗？在国际的赛事里面，在国很多的地方、很多的场合，我们台湾竟然被叫做中华台北 （Chinese Taipei）， 这是非常奇怪的一件事情。大家可以想一想，我们为什么要用台湾？不能用台湾这个名义，要用中华台北 （Chinese Taipei）， 这非常的奇怪。大家不会感到非常奇怪吗？先ほども申し上げましたように、今回は2020年東京オリンピックにおいて、台湾選手団は自分の名前台湾という名前を参加することが許されずに、変な名前としてチャイニーズ台北という名前を押し付けられている状況は皆様はご存知でしょうか？过去我们都很知道台湾就是台湾，中国就是中国。因为很多的历史复杂的因素，所以我们现在被叫做是被看成是 Republic China ROC Republic China， 但是这不应该是我们的称号，我们也不叫做 Chinese Taipei。Chinese Taipei 在英文的名字叫做中国的台北，我们就变成了中国的一省。但是各位日本的朋友一定知道，台湾就是台湾，台湾有我们自己的文化，有我们的自己的历史，有我们自己想要成为的一个国家。所以，如果各位日本朋友，相信你们应该会觉得非常的奇怪 ，Chinese Taipei 非常的奇怪啊，非常的奇怪。所以在这边恳求大家，也希望大家能够明白我们为什么站在这边，希望大家能够理解日本跟台湾有很多的历史的纠葛。我们希望日本的朋友可以理解，台湾就是台湾，台湾不是 Republic of China， 台湾也不是 Chinese Taipei， 台湾就是我们自己台湾人属于的。 希望要有的一个国家。谢谢。先ほども、再三に申し上げたように、台湾は、今回2020年東京オリンピックにおいては台湾という名前を参加することが許されていない状況に立ち向かっております。ご存知だと思いますけれども、台湾は、中国ではないということは言わずもがなですけれども、 国際政治においてはそういう変な名前チャイニーズ・タイペイという、訳してしまいますと、中国領台北、中国領台北みたいな名前を押し付けられているような状況であります。このような状況は英語で言いますと「Republic of China」っていう英語も略して ROC という名前を押し付けられていて、つまりチャイナという名前を押し付けられているような状況であります。皆様も多分台湾はご存知だと思いますけれども、なぜかチャイナになってしまってはいるような状況です。このような状況はかつて長い歴史の中でいろんな生い立ちはあるでしょうけれども、ここで一部省いていただいて、でも 台湾はチャイニーズではないということは言うまでもありませんよね。このような状況に関しては、台湾人としては我々台湾人のために自分の国を作ろうと思って、今回まず名前を直さなければならないです。このような状況に関しては、我々微力ながらでも皆様の力をお借りしてなんとか、今回2020年の東京オリンピックにおいては自分の名前で出ることが望みたいです。皆様の力がお借りしたいんです。非常感謝永山先生在日本幫忙我們台灣這麼多，幫我們在日本發起了 要让2020年的东京奥运要来证明，要帮助我们台湾能够真正用台湾的这个名义去参与到2020的东京奥运的赛事。我们真的很感谢日本朋友能够帮助我们这么多，那也就是代表我们台湾人真的还做得不够，我们一定会再更努力。 我们一定会在我们的台湾这个地方再继续的捍卫我们的国家，捍卫我们想要打造的这个国家，不容中国想要侵略我们，不容中国想要用任何方式来渗透我们。所以，也希望大家日本的国民、日本的朋友、 日本的我们的好伙伴们，我们一起联合一起来，让中国知道他想要做东亚的大哥，这是我们不容允许的。他想要用帝国主义，他想要侵略其他地方，侵略他周边邻近的国家，这是不容允许的。 尤其是我们台湾，尤其是我们台湾，所以很感谢，非常感谢日本的朋友，今天能够在这边，希望大家都能够帮我们联署。今回。 この JR 渋谷駅前の広場においては、まずは感謝すべきなのは、台湾研究フォーラムをはじめ永山さんと、署名していただいている日本人の方々に感謝を申し上げたいと思いますと、このようなありがとうございます、中国の侵略を防ぐべく我々の台湾人は自分の国を作ろうと思って今活動もしております。このような状況に関しては、台湾人だけは今回、日本に来て皆様の力を借りることが、つまりいわば我々はまだ努力不足です。このような状況に立ち向かっても力を貸していただいている日本人の方々に関して本当に感謝に痛みを入りながらも、我々はこれからもなお一層努力する所存であります。このような状況に関しては本当に厚かましいお願いかもしれませんけれども、少し30秒くらい時間をお借りいただいて署名をいただければ幸いだと存じております。お願いいたします。从体育赛事，尤其是国际的体育赛事举办以来，我们都知道，举办体育赛事其实就是要凝聚这个名字象征背后的这一群共同体，这个国家或这个城市它所拥有的这个荣耀，我们要增进它的认同。可是今天在2020年东京奥运，如果我们没有证明成功的话，我们将会被叫做 Chinese Taipei。 这个 Chinese Taipei 的意思在英文里面叫做中国的台北。中国的台北的意思就是我们只是中国的一个城市，但是大家都知道我们其实是台湾，台北只是我们台湾其中里面的一个城市，我也不是台北人，所以在参加这样的国际赛事的时候，我们没有办法对这样的名称感到认同。我们想要，我们也希望能够用台湾这个名字来参加国际赛事，来参加国际赛事。那为什么我们没有办法呢？是因为中国的中共政权在国际上屡屡的用他们的政治权力来打压，用他们的政治权力来打压，所以。如果我们可以知道为什么中国他要用这样的方式，也就是他不想要让国际上知道台湾其实拥有自己的文化、自己的历史，想要成为自己的一个国家，这就是台湾。所以如果大家能够认同我们在这个国际赛事里面用自己的名字来参与国际赛事，向其他国际上其他的国家来宣称我们其实是一个不同于中国的一个政治实体的时候，那中国就会感到非常的害怕。这也是我们为什么要在这边来宣导，来希望大家能够参与到这样子台湾证明的联署。再三申し上げましたように、今回2020年東京オリンピックにおいては、スポーツの祭典、平和の祭典とも言われますけれども、政治には関係ないじゃないかなって言われるがちではありますけれども、我々台湾人としては台湾という名前で参加することが許されないっていうのが今の現状であります。今回チャイニーズ台北という名前はいわば中国の台北、特に英語圏の人々からすると中国の一部じゃないっていうようなという思惑がありますので、というのが払拭していきたいと思います。皆様も台湾に観光なり仕事なり台湾にいらっしゃる方もいるかと思いますけれども、皆様にお越しいただいた場所は決してチャイニーズ台北という名前という場所ではありませんよね。皆様台湾にいらっしゃっていただいて、いろんな台湾を楽しんでいただいて、でもその場所は台湾と呼べずにチャイニーズ台北という変な名前を押し付けられております。今回は我々、自分の胸を張って、スポーツの祭典と言いながらも、でもね、政治的な力を、介入されてしまっているのが今の現状です。まして今回の2020年東京オリンピックは、皆様がお住まいにされているこの日本、この東京に開催されています。我々台湾人としてはチャイニーズ台北という名前は自分の名前ではなく、まして、今の陳さんは、自分も言いまして、自分の出身は台北ではないと。だからチャイニーズ台北はなぜ僕の名前になってしまうのか意味がわからないと。台湾は台湾っていうことが当たり前ですよね。例えばジャパン、日本、それはジャパンはジャパンなり、日本は日本なり、それは当たり前ですよね。でも台湾は台湾という名前で呼ばれることができないんですよ。っていうのが、まして皆様の国日本で起こっているのが今の現状です。今回は、東京オリンピックにおいては台湾は台北、台湾と呼べずに、なっているのが、つまり、東アジアの国際政治においては皆様が、住んでいる日本も含めて中国の言いなり顔色をうかがうことになってしまうことに変わりはないと。そういうのが実は皆様の生活には何も変わらないでしょうけれども、実はこっそり変えてはいます。そのような状況に、我々は変えたいと思って、本当に我々の力が足りないですけれども、胸を張って皆様に応援を、求めたいと思いますので、本当に厚かましい願いかもしれませんけれども、少しの時間でいただければ、その署名をいただければ幸いだと思っております。本当にお願いいたします。我是台湾人。希望能够站在每一块土地上，都能大声的说出“我就是台湾人”，这就是我的骄傲。就像在座走过涩谷车站的这边的市民日本朋友们，你们也是日本人，你们拥有你们的骄傲，你们对于你们日本的骄傲，就让我们台湾跟日本，我们一起来找寻属于自己的骄傲。谢谢你们的帮忙，谢谢你们的支援，希望大家都能够来帮我们签联署。我们一定会在台湾更加的努力，让台湾用自己的名称参与国际上的任何的大大小小的赛事跟典礼。谢谢。繰り返し申し上げることになっていますけれども、本当に2020年東京オリンピックにおいては、皆様もスポーツの祭典においては、日本人も日本人なりのプライド、誇りはお持ちでしょうね。我々も自分の名前で出たい、ただそれだけです。別に金メダルとかそれがまあ欲しいですでしょうけれども、正しい方法で勝ち取りたいと思いますので、それでさえ自分の名前で許されずにチャイニーズ台北という変な名前を背負いながら仮に、銀メダル金メダルを取得した取ったとしても、それは自分の名前ではないというの現状は皆様お分かりですかね。そのような状況においては、我々自分の名前でままならぬ本当に辛い現状です。皆様も台湾にもし関係あったりなかったりしても、台湾と日本は非常に、親しい存在であります。かつての歴史もあって、今も経済、政治などの、関わりはたくさん、お互いは持っておりますので、それはぜひとも、お力を、お貸しいただければ本当に幸いだと思っております。我々台湾人は今回2020年東京オリンピックにおいては、自分の名前で、得られるのが我々の力だけでは、足りません。皆様の力が必要なんですけれども、我々も今回、いろんな日本人は署名していただいている方々にそういう、気持ちを負けずに、今回台湾に帰ってもなお一層努力、する所存でありますので、それでは本当に、わずかな時間ではいいんですので、ご署名いただければ助かります。本当にお願いいたします。よろしくお願いいたします。ご署名のほどお願いいたします。再三お願いいたします。